豊浜トンネルは、市豊浜トンネルは、北海道尻ベ市管内の与一郡与一町と、古平郡古平町とを結ぶトンネル。国道229号の一部である。1963年に、初代豊浜水道開通。初代豊浜水道は途中で大きく屈曲していた上、流線島という自然の海食道の中を通り抜ける、得意な構造であった。 旧水道はこの構造ゆえの危険性に加え、幅が6メートルと狭く老朽化が進んだことから、1984年、豊浜水道と隣のチャラセナイ水道をショートカットする2代目豊浜トンネルが建設された。しかし、12年後の1996年に岩盤崩落事故が発生し、多くの死者を出した。事故後、豊浜トンネル内から、 崩落現場を山側に迂回して、古びら町側に隣接していた瀬田カムトンネル内に、繋ぐバイパストンネルが掘られ、三代目、豊浜トンネルとして2000年に開通。二代目トンネルの原用部分、新規のバイパストンネル部分、元セ田カムイトンネルの原用部分を合わせた全長は2228メートル。1996年2月10日午前8時10分頃、 クルビラ町側高校直上の斜面において岩盤が崩落。落石防護のために設けられていたトンネル巻き出し部の天井を突き破り、トンネル内を走行中だった北海道中央バスの車庫単調あまり別発をたる駅前駅路線バスと後続の乗用車、対向の乗用車1台の計3台が直撃を受けた。真一発で脱出した乗用車運転の女性1名を、 のぞくに10名が死亡した。トンネル内の事故現場は、多数のがきに塞がれ、内部に閉じ込められた車の様子が確認できず、さらに、巨大なまま上部に残留している岩盤を除去しない、限りは、再放落の危険があり、内部に入ることができなかったため、岩盤を葉っぱにより海側へ滑らせて除去することとした。しかし、内部にいる人が生存している、可能性も考慮し、 岩盤除去に使用する爆薬の量が制限されたため、岩盤除去作業は難航した。11日より14日にかけて、4回にわたる、葉っぱ作業の水ようやく岩盤を除去することができた。岩盤除去後に、瓦礫は取り除かれたが、乗用車は原型をとどめておらず、また、バスは3メートルあった、高さが1メートルにまで押し潰されたありさまであり、死因は、全員とも圧死で、 ほぼ即死状態であったと考えられている。崩落に至った原因としては、付近の地下水が湧き出している部分が現冬期に凍結し、地下水圧の上昇を毎年繰り返すことで、岩盤の亀裂を徐々に成長させたためと見られている。1991年と1994年にも、現場付近で小規模な崩落が起きており、安全対策を怠ったとして、 北海道開発局の元幹部2名が書類送検されたが不起訴処分となっている。遺族の一部は責任を追及しようと道路管理者である日本国政府を相手ドリミンジ訴訟を起こしたが判決では賠償金の支払いは命じたものの責任については明確にされなかった。ルート変更後の豊浜トンネル近辺に迂回路が一切ないため与一町と古平町 車庫単町の間を往来するには、岩内町、鴨江内村を経由して大きく迂回するほかなく、一時半孤立状態となったが、数日後にはすでに廃道として閉鎖されていた海側の旧豊浜水道を活用する形で仮復旧した。その後1996年12月11日には、事故現場の復旧を終え一度再開通した。また、 事故を受けるとそのものの見直しを行った結果、豊浜トンネルの途中から分岐して崩落現場を避ける、形で山側へ掘り進み、古平町側の瀬田カムトンネルの途中へ合流して、戻る中継トンネルを掘削して、より安全なルートに切り替えることとした。この工事は2000年12月8日に完成し、瀬田カムトンネルを編入した、全長2228メートルの現在の、 豊浜トンネルとして開通した。その後トンネル内の旧ルートとの分岐部から先は封鎖された。岩盤崩落事故の後に作られた慰霊碑崩落現場は入り江上にやや奥まっているため、現在は両側の海岸線からは現場方面を望むことはできない。また、海岸線は切り立った崖のため、崩落現場への到達は徒歩では困難で、船でしか行けない。 原稿と横浜トンネルの古平川高校脇には防災記念公園として駐車場とトイレが新設された。敷地内には慰霊碑が設置され、誰でも常時訪れることができるほか、トイレ隣には事故概要とトンネル防災に関する展示コーナーも併設されている。当事故を受け、道内の他のトンネルの岩盤の安全性について検証が行われ、 当時建設中であった北海道道740号、北日山大西線の北西トンネルについては、当初の計画から変更され、すでに竣工していた天狗トンネルの一部を利用する、ルート変更が行われた。市豊浜トンネルは、北海道大島管内の八雲町熊井市と、日山管内の乙部町とを結ぶトンネル。国道229号の一部である。 1962年に発生した豊浜山津波沖に狭いな理災現場のルートを避けて山側にトンネルを掘削し1973年に開通した全長1270メートル1962年10月17日西郡乙部町豊浜において約600メートルに渡り山津波が発生国道走行中の大西村発 江差シーきの函館バスの路線バスが4から5メートル下の海岸まで押し出され11名が死亡、3名が行方不明、14名が重軽傷を負った。このことから、乙部町豊浜には豊浜トンネル山津波慰霊碑が混流されている。豊浜トンネル岩盤崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。